皆さんこんにちは。インスパイア株式会社の横田と申します。今日はちょっと3時間の長丁場でありますが、よろしくお願いいたします。はい、では少し自己紹介をして始めていきたいと思うんですけど、去年の実績ということで2023年が出てるんですけど、全国商工会議所とか商工会さんとかっていうところで主にですね講演やってて、まあ、年間200回ぐらい、毎年ずっともう10年ぐらいですねやり続けてるっていう生活をしてます。で、この中のメインのテーマが、まあ、SNS っていうものが多かったんですけど、最近この1、2年は、AI 周りの講演が多くて、そういうこともたくさん話をしています。はい。まず最初にですね、今現状どうなってるかってことで、ここに数字が出てます。で、これが大体今ですね、国内の主だった SNS のユーザー数とサービスだと思ってください。で、今日はこれの左端から順番にというか、多いものから大体このあたりまでですね、このあたりまで網羅しているっていう形になっています。で、今回ちょっと特別にですね、Google マップの話を少し入れましたが、まあこれもね、ちょっと SNS 的な要素が出てきたので入れているんですけど、ほぼこの辺までを舐めていく形になっています。じゃあ皆さんさっきの話に戻りますと、2011年ぐらいの時には、ほぼ全部のサービスがないんですね。LINE は2011年の6月にサービスを開始しているので、2011年が始まった時はユーザー数ゼロです。それがこの十数年の間に9500万人ですね。YouTube は先ほども、あと出てきますけど、まださっきの数字で少なかったのがここまで来ました。Instagram は2010年の秋にサービス開始しているので、翌2011年はユーザー数ほぼゼロです。ね、Twitter もほぼゼロ、数百万人。TikTok はサービスがない。Facebook はまだ出始めで全然ユーザー数数百万人っていうもんなので、本当にこの十数年の間にユーザー数も全部ここまで来たということは事実です。じゃあこれから十数年経った時、あと5年後経った時に、このユーザー数が今の2倍に行くのかって話ですね。行かないですよね。2倍行ったら日本の人口を超えちゃいますよね。超えなくていけそうなのは TikTok ぐらいですね。TikTok はまだ3000万ぐらいなので、6000万まで行くっていう可能性はあるけど、それより上のサービスはもう増えてどうでしょうね。1000万人とか2000万人まで行くかって感じです。つまりもう皆さんが日頃よく使ってる SNS っていうのはもうユーザー数が頭打ちです。なのでユーザー数が伸びてきてるときは今と同じことをしてても分母が増えていくからそれなりにフォロワーも増えるしどんどんうまくいくってことが起きるんだけど、ユーザー数が増えなくなるとどうなるかっていうと奪い合いが始まります。つまりこれがまさに今の日本と同じですね。つまり人口が減っていくっていうことは結局その中で奪い合いするんだけど、日本の人口が増え続けていれば同じことしててもお客さんが増えるわけだから成り立つわけですよね。それがまさに SNS のこれから起きてくるので、そこでどうやって生き残っていくのかっていうことがこれから大事になります。で、先ほど話しましたけど、僕はですね、毎日ブログを書いてるんですけど、で毎日いろんなネタでブログを書いてて、ノウハウ、SNS とか AI についてのノウハウを喋っていて、15分ぐらいの動画でいつも解説してるんだけど、その中から直近1年分のですね、全部集めてきたら298ページになったっていうことです。で、298ページのものを全部説明したら1500分かかるんですけど、それを今日ね、3時間で話さなきゃいけないので、25時間は3時間で話さなきゃいけないので、どう考えても無理だっていうことはですね、皆さんちょっと理解してください。ということで、今日皆さんに分かっていただきたいのは、全部をじっくり話す時間はとてもないし、ページ数見てもお分かりだと思うんですけど、ざっくりこの1年間でどういうことが変わって、今後どういうことを気をつけたらいいのかっていうのを、この数あるんでね、この数一応タイムスケジュール書きましたけど、この数のものをですね、お話ししていきたいなと思います。はい。キーワードの一つ目はですね、SNS1.0 から2.0、そして 3.0 へって書いてるんだけど、これがキーワードです。で、ここからですね、それぞれの SNS の部分をですね、順番に説明していきたいと思うんですけど、ざっくり、今の SNS の歴史を振り返るとこんな感じ。ね、僕が昔 SEO 対策、検索エンジン対策やってたんだけど、それがなんか一回戻って、また Yahoo、Google 対策に戻ってきたんですね。SNS が一回通り過ぎてですね。なので、両方分かっている先生は、これがよく分かるんだけど、SNS 先生は Yahoo、Google に詳しくなかったりするので、この話が理解できないんですけど、ずっと両方見てるとですね、そういうことがよく分かります。ではですね、ここで少しですね、動画を皆さんにご覧いただきたいと思うんですけど、はい、こちらをね、少し流します。これ音は流しませんが、映像だけね、見てください。これ2005年ぐらいから2023年まで、去年までの間に、それぞれの SNS のユーザー数がどうやって増えてきたかってことを、ちょっと2倍速でね、見てもらいます。じゃあちょっと再生してみますね。はい。
ちょっと音切ります。これ Facebook とか YouTube あたり今見てください。YouTube がどんどん増えている中で、Facebook よりも YouTube の方が後に出たサービスなのに、YouTube がどんどん伸びて、Facebook が後を追いかけている形になっていると思うんですけど、ところがこの辺2008年ぐらいに Facebook が抜いて、この後注目してください。2009年。2009年のたった1年でめちゃくちゃ伸びてるじゃないですか。じゃあ2009年に何があったんかって話ですよね。だってみんな SNS が始まって、みんなが徐々に増えていくの分かるんだけど、明らかに Facebook だけグイーンって1年間でトップまで踊り出ましたよね。2009年何があったのかって話ですね。はい、これでようやく震災前まで来ました。じゃあ2010年から見ていきましょう。はい、そうすると YouTube はユーザー数まあまあいい感じになってるんだけど、だんだん Twitter とかも出てきましたね。で、Instagram も出てきました。Instagram のユーザー数もどんどん増えてきますけど、この辺でね、Twitter をもう抜いてますよね。Instagram の先に行ってますよね。で、そろそろ LINE が一瞬だけ出ると思う。もう出たかな。LINE 一瞬だけ出るんだけど、もう出ないかな。で、これでどん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 ですね、Pinterest とかも出てきましたね。で、ここら辺ですね、YouTube と Instagram で実はかなり競ってる時あったんですね。デッドヒートしてたのに、ここからね、YouTube がですね、爆伸びしていきます。で、2016年ですね。17年、ね、18年って見てほしいんだけど、これまあみんななんかいい感じで、ほぼ同じような感じでみんな伸びてる感じになってると思うんですけど、この辺からね、もうちょい後かな、YouTube よく見といてほしいんですけど、TikTok も伸びてきました。2017年のサービス始まって、これでインスタを抜いて YouTube に迫ろうとしてます。ところが、ここから YouTube はね、引き離しに始まったんです。でなんで2010年引き離しが始まったかっていうと、コロナになったからです。コロナになってみんなが暇だから YouTube 見るようになったので、ここで YouTube は一気にですね、伸びてきます。で、その2020年になって、翌2021年にさらに YouTube が伸びます。ここから、また伸びてますよね。で、この Instagram と競ったり、TikTok と競ってる時もあったのに、いきなりこう、付け放しに入ってるのはなんでかっていうと、コロナになったっていうことが一つと、もう一個は、YouTube がショート動画サービスを始めたので、TikTok を見なくてよくなったんですね。だから結局これ何を歴史で表してるかっていうと、SNS っていうのはお互いが新しいサービスを始めたら、それのパクリ合いをやっていってるんですよ。で、それでパクった方が伸びてる。で、元々やってた人がうまくいかなくて、ユーザー数が多い方がその機能をパクったらさら伸びますよね。元々ユーザー数が多いわけだから。っていう、もうパクリ合いをずっとやってて、そのパクリが一番上手な会社が Facebook っていう会社なんですね。で、今ここまで来ましたけど、これで Facebook と YouTube って形になって、で、Instagram も、このメッセンジャーっていうサービスも、これ全部、Facebook 社ですからね、メタ社ですからね。ということで、今ざっくりこう見てもらったんですけど、これを各、今日の SNS の鏡っていうか最初のページにこれを今入れてますので、ポイントはその時また話したいと思うんですけど、はい、ではね、ざっくり紹介したんだけど、じゃあ Facebook が2009年になんでガーンって伸びたかって話を少ししたいと思います。はい。それがここに書いてます。2009年にニュースフィードっていうのを導入したからなんですね。たった1年でここからここまで、一気に伸ばしたの。すごいですか ?3 倍ぐらい伸びてますね。伸ばしたのは何だったかってニュースフィードっていうのを作ったんです。ニュースフィードってわかりますか?はい。Facebook 開きますよね。Facebook って開いたら、ここのとこに誰々さんがこうしました、ああしましたってこう出てくるじゃないですか。こうスクロールするものが2009年まではなかったんです。フィードっていうものが概念がなかったんです。つまり Facebook っていうのはフェイスのブックだから、顔が載ってるという名簿サービスだったんですね。ところがなんで2009年にこの機能をパクったかっていうと、このちょっと前に Twitter っていうサービスが出てきて、今何してるって機能をつけて人気が出たからです。で、それをパクったんです。でも Facebook のがサービスとしては前からやってるんだけど、ユーザー数が多いとこがその機能をパクったらなんだ、Twitter やらなくても Facebook で今何してる投稿できるじゃんって話になったわけですね。で、これでガンって伸ばしたわけですね。はい。ではですね、次にお話ししたいのが、多分皆さん一番ね、知りたいテーマじゃないかなと思うんですけど、Instagram の話をいたします。で、今日は、1個の内容で10分とか15分ぐらいしか話せないので、フルバージョンはぜひですね、8月のセミナーに来ていただきたいと思うんですけど、その中でインスタグラムのポイントの部分だけ、最新の話だけ今日お話ししたいと思います。はい。現在ユーザー数の話。はい。去年の7月に始まった、
メタ社、Facebook のメタ社が始めた新しいサービスにスレッズっていうのがありますね。これはさっき話したように Twitter、今 X ですけど、 X を潰すために全く同じようなサービスを作れば潰れるんじゃないの？ Facebook のニュースフィードを導入したけど、そもそもニュースフィードみんな Facebook 使わないしって話になって、満を持して作ったサービスはスレッズっていうものです。で、これは、基本的にね、まあ最初ユーザー数がすごく伸びて話題になったんだけど、その後実はあんまり伸び悩んでて、はい、では続いてですね、さっきも話しましたけど、旧ツイッター、今名前 X に変わりましたけど、この直近1年ということでお話しいたします。で、まあ皆さんもですね、いろんなニュースが流れてきてるんじゃないかなと思うんですけど、基本的にですね、まあビジネスにおいて、機能の変化で大事なものっていうのは、実は無料バージョンではほとんどないです。で、変わったのは有料バージョンだけです。はい、次ね、Google マップの話をしたいと思うんですけど、まあ実はね、以前は Google マップだけのセミナーとか、この後話します LINE だけのセミナーっていうのが、支援センターの方で3時間で講座があったんだけど、今なくなっちゃったので、ちょっとここの部分をですね、今日は少し厚めにね、お話をしたいなと思っています。はい。ではですね。じゃあ今度ですね、おそらく皆さんも結構気になってるかなと思って、ちょっと講座もなくなっちゃったので、多めに話したいなと思ってるのが、LINE の話になります。で、ちなみに、ちょっと今思いついたというかですね、今言って申し訳ないんだけど、各 SNS の冒頭の鏡に QR コードがついてますよね。で、これ何かというと、その QR コードを読み取ってもらう、もしくはリンクをクリックしてもらうと、僕のページの中に、LINE に関するニュースを集めましたってページがあります。で、ここを見てもらうと3月19日に何度かって言ってこう出てると思うんですね。で、これずっと LINE に関するニュースだけを集めたページを僕が作ってるんですね。こう見てはここですよ。このカーソルがずっと下がってきてると思うんですけど。なので、気づいた時にQR コードを読んでもらえば、LINE でどんなニュースがあったかとか、どんなノウハウがあるかっていうことをまとめてみることができるんですね。で、あとはこの先の記事飛んでもらえば、いろいろ書いてますよね。なので、鏡のページだけぜひ持っといて、読んだら新しい、今何が起きてるかってことはね、これから来年までわかりますんで。っていうのを、最初につけてます。ので、これね、各ページついてますから、また後で見ていただきたいなと思うんですけど。はい。ではですね。じゃあ、LINE で今何が起きてるかって話を今からしたいなと思うんですけど、そもそも、LINE っていうサービスは個人で使ってるサービスが2011年6月から始まりまして、その翌年に個人がやるんではなくて、お店も LINE のアカウントを持ちましょうっていうサービスが始まったのが LINE 公式アカウントというサービス。昔は LINE アットっていう名前でしたけど、お店も LINE のアカウントを持てるっていうのが始まったと思うんですね。で、皆さんは何をやってるかっていうと、お店に来てくれた人、ネットで買ってくれた人に対して LINE やってるから友達追加してねって誘導してると思います。つまりこれは何をやってるかっていうと、リピーター対策ですよね。つまり自分のお店に来たことない人に LINE で登録しませんかっていうようなことをすることってできないじゃないですか。だからさっきお話したように LINE っていうのはリピーターには有効だけど、新規の集客には向かないサービスだったんですよね。はい、ではですね、YouTube のとこに行きたいと思うんですけど、先ほども動画で見てもらったところですね、ここに書いてますけど、ここはちょっと飛ばしまして、次のページ見てほしいなと思います。はい、ではですね、続いて、TikTok に行きたいと思います。TikTok とかの話も前にいっぱいしてるので、少しその辺は割愛いたしますと、ではですね、続いて時間がなくなってきましたが、Pinterest の話をします。Pinterest は皆さんご存知ですかね。それがライブ配信っていうものと、ソーシャルコマースという通販と連携する。じゃあ最後ですね。まあ、これからどんなのが出てくるかっていうことで少し紹介して終わりたいと思うんですけど。はい、ご清聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は教材を買って勉強しましょう。進化し続ける SNS を活用した集客反則の最新ノウハウ2024年版が完成しました。SNS 1.0 から 2.0 そして 3.0 へ、この先 SNS で注目のトレンドや機能とは、X、Facebook、Instagram、LINE、YouTube、TikTok、新興の SNS として Pinterest、Note、Discord、8、Threads、BeReal、Snapchat についても解説しています。セミナー映像、レジュメ収めた2時間49分と
セミナーのレジュメ298ページがつきまして、さらにスカイプ相談、ズーム相談が1時間ついて5000円って値段で販売したいと思ってます。教材買ってわからないことがあれば、ぜひ後で相談受け付けていただければアドバイスをお答えしますので、ぜひこの機会に教材買って勉強いたしましょう。 SNS の最新版が学べます。